足元には宝物がいっぱい。こんにちは、いわき人町百景の鈴木です。この番組は福島県浜通りといわきの良さを皆さんと一緒に見つける番組です。チャンネル登録と高評価をお願いします。今日はイラストナンバー30番、平白金工事を紹介します。はい、ということで画面を共有していきましょう。まずはいつも通り場所の確認です。いわき駅からですね、歩いて3分ほど、はい、いわき駅からロータリーを越えて、はい、映画館ポレポレいわきがありまして、はい、ここです。ここですね。はい、復興飲食店、復興飲食店街夜明け市場がその場所になってます。イラスト自身はですね、ここからこっち側に見ている感じになっています。ということで、ちょっと歩いてみましょう。はい、いつもの夜明け駅です。はい、ここから、階段を降りて右方向、ここがラトブじゃないや、すいません。はい、ポレポレいわきになってますね。はい、ちなみにこのキーズカフェですね、去年できました。はい、電車をですね待つ間、ぜひコーヒーでも、またはその出張の時にはですね、ここからコーヒー買っていかれるのもいかがでしょうか。ここね、あれなんですよ、スパゲッティとかいろいろあるんですね。メニューはアップにしなかった。はい。その前私ミニストップでよくお弁当買って、ね、電車に乗ってましたね。はい、でポレポレいわきの前を、ここはあれですね、いい映画やってますんで、ぜひ見てくださいね。はい、こけしさんとポレポレさんの間を入って、これだけでもですね、だいぶこう雰囲気のあるところなんですが、ここですね、こことここ。はい、このイラストの反対側から描いて、イラストの反対側のところですね。はい、これ湯浅さんのイラストになりますね。はい、ここにはですね、小さいですけれども個性豊かなお店がいっぱい揃っております。こんな感じで、西島公民館さんですね、お世話になった方も多いんではないでしょうか。ちなみに全然関係ないですけどね、うちの父が去年亡くなりましたけど、ここで囲碁をご会所に毎週通っておりましたね。はい、すいません、全然関係ない話です。はい、これですね。ちょうどイラスト描いた時にはこの、夜明け市場という看板はなかったんですけれども、それでですね、夜明け市場市の思い出ということで、ここでも百景展やったことがあるんですね。2011年10月ですね。あ、これいわき人町百景の作家の、上野啓太さんです。探してて出てきたんで、思わず便乗して紹介しました。はい、ということで、明日ここだ。はい、ごめんなさい、間違って表記されてますね。
夜明け酒場じゃなく夜明け市場でございます。大変失礼いたしました。当時の、ここの入り口ですね、はい、これイラスト展を店舗の一つを借りてさせていただきました、はい、ですね、夜明け市場の皆さんとてもこうアイデアマンで行動力があっていろんなところと提携していろんな面白いことをして今でもいろいろな街づくり浮気にいいことをよくしてられております。後でここのリンク貼っときますね。はい、これ夜はこんな感じですね。ちょっと前のやつですけれども綺麗です。はい、夜明け市場さん自身はこれオープンイベントでお邪魔させてもらったと思うんですよね。イラスト展の方はで11年11月に誕生した夜明け市場、東日本大震災で被災した飲食店とそのいわき市の復興を応援したいと駆けつけた応援者によって営業を開始しましたということで、はい、こんな感じでいろいろなお店があります。でですね、さっき夜明け市場さんの、ホームページ見てたんですけれども店舗情報、店舗紹介ということで、うん、いろんなこう美味しいこう個性豊かなお店いっぱいあったんですけど、一個だけ気になったのはヤロクさん、ヤロクさんの紹介がちょこっとなかったものですから、これをマスターですね。はい。なぜここを特に紹介したいかというと、うちの息子の同級生のお父さんとお母さんがやってるお店ということで、昔からお世話になってる方なので、ということで、無理やり紹介させてもらいました。ここですね、ヤロクさん。ヤロクさん大変、でして、前は別な場所にあったんですけれども、もらい火で、そこの場所を移転せざるを得なくなったっていうことがありますんでね、皆さんぜひ応援してください。何でも美味しいです。はい、ということで、はい、この場所が好きだと思った方は、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。またこのイラストにまつわる思い出やこんなイラストを作ってほしいなどコメント欄にお願いいたします。ではまた、ありがとうございました。